生山名は、兵庫県津郡由良町出身で、小野川部屋に所属した大相撲力士である。最高位は、西小結。身長176センチメートル、体重110キログラム。特異種は、左四つ、より。生山は本名であるが、郷里、由良町にある生が島の北端にある山の名前でもある。ため、そのまま仕込めとした。少年航空兵を志願し合格したが、 時は、敗戦寸前だった1945年のことで、願いは叶わず、終戦となった。家業の漁業を手伝っていたところを、父親が、いとこ同士だった元前頭に、金海山の小野川親方に誘われて小野川部屋へ入門することとなり、1948年10月場所にて、初土俵を踏んだ。初土俵の場所では、番付外と心情で続けて、好成績を収めたため、 翌場所では女の口を飛び越し、女二段に付け出された。なお、当初の死込名は、所属の小野川部屋にちなんだ小野尺であった。1953年1月場所、21歳で十両に昇進。この場所では、初日から急連勝したが、これが当時の新十両の初日からの連勝記録で、55年後の2008年11月場所、昇天楼が、 この記録に並んだ。その後、1953年9月場所で新入幕を果たした。この場所では14勝1敗で優勝した東富士に、次ぐ12勝3敗という好成績を残して、技能賞を受賞。新入幕での技能賞受賞は、初めてのことだった。1956年3月場所では小結びに昇進、史上初めて本名での三役力士となった。 同場所では三勝十二敗と大敗し、三役は結局、この一場所しか務まらなかった。左差し右押っつけの速攻で、場所の序盤に、しばしば上位を倒し、生山旋風を巻き起こし、殺爽とした風貌で、人気も高かった。久保田万太郎は、新入幕時の快進撃を、秋場所や稽古の会を書くも店と呼んだ。しかしながら、 日頃のエビスコブリと大酒がたたってか、持病の糖尿病のため終盤まで持たなかった。1962年5月場所限りで廃業し、その後は東京都千代田区球団地区で料亭を経営した。1978年5月8日、心筋梗塞のため東京都港区内の病院で生居。46歳没。息子、1963年1月22日生まれ。 は、同年3月に、各界入りし、本名でもある、生山の四行名で、西幕下二枚目まで進んだが、親子関取昇進は果たせなかった、五月場所後に廃業し、現在は、東京都内で、相撲料理店、ちゃんこ生山を経営している。なお、生山が亡くなったのは息子、秋秀が、序の口の土俵に初めて上がった日でもあったという。彼の同期生には、 水戸泉、琴稲いなまらがいる。ありがとうございます。